カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ三重県尾鷲市に来ております。尾鷲市はサンマが有名らしいです。なんか、サンマの食べ物があるんでしょうか。食べたいな、お腹すいたな。はい、ということでこのアーティスティックな外観の市役所をスタートに、今回も尾鷲市散歩していきたいと思います。行きましょう。はい、尾鷲市のね、この名スポットっていうかね、この象徴と言われているこの尾鷲ブルーと呼ばれているこの海の透き通った水、これ見て、これ見える、やばいね。これが三重のエメラルドと呼ばれております。知らないけど皆さんちょっと面白いっていうか、なんかもう珍事件です。これ見て、あのね、ウツボがね、魚を食べようとしてね、あの喉に詰まらせて、あのちょっとこれ死んじゃったのかな。多分食べるときはよく噛んだ方がいいです。おっと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 、はい、着きました。魚一番おっとっとです。早速行きましょうかね。何、ここは魚が食べれるんですかね。尾鷲はサンマが有名らしいです、行きましょう。尾鷲市場食堂もあるらしいですよ。おにぎりマークがある。カジカ町のサバゴ、これが一番今イチオシらしいです。ああ、うまっ、燻製、うん、はい、ということで尾鷲市散歩させていただきました。久喜町の海はめちゃくちゃ綺麗でしたね。衝撃的でした。それと同じくらい衝撃だったのがウツボでしたね。めちゃくちゃ衝撃でした。ということで、次回も見てください。ありがとうございました。